はい、このセッションではですね、Google を支える推薦モデル2タワーとベクトル近傍検索技術と題しまして、Google デベロッパーアドボケイトの佐藤和則からお届けしたいと思います。はい、私はですね、すいません、まずですね、声がおかしいんですけども、ちょっと風邪ひいちゃったみたいで、ガラガラ声でこのセッションもお届けする形になりますが、ご容赦ください。申し訳ありません。私は Google 入っても11年ぐらい経ちます。今はですね、Google デベロッパーアドボケイトとしまして、特に Google クラウドの機械学習ですとか、AI 系のプロダクトのテクノロジーですとか、製品について、開発者の皆様に共有したり、またはお客様からのフィードバックをいただいて、プロダクトチームにシェアするという仕事をやっております。で、今日はですね、Google を支えるベクトル検索技術というのを前半にお届けしたいと思います。後半はその中で重要なキーワードになってくるエンベディングスという話ですね。推薦技術ですね、の話になってまいります。で、要するにですね、今回のセッションのポイントっていうのは、Google たくさんサービスありますよと。Google 検索、Google マップ、Gmail、YouTube、たくさんもう、膨大な数のコンテンツ、動画であるとか、メールであるとか、検索結果であるとか、そこから瞬時に結果出てくるじゃないですか。しかも、それなりに価値のある、この情報知りたかった、この動画見たかったっていうのが出てきてますよね。あれってどうやってんのっていう話なんですよね。で、今、普通の IT システム、Google ではない、一般的な IT 開発において、そういった情報を探す、コンテンツを探すときに何使われてるかっていうと、ご存知の通り、データベースだとか、あとは全文検索エンジンですね。MySQL だとか、あとは Elasticsearch 等々ですね。使われております。で、これ、ご存知の通りですね。やっぱりコンテンツ、例えば文章でも、動画でも、音楽でも、画像でも何でもいいんですけどね。ツイートでも何でもいいんですけども、タグ付けなきゃいけないですよね。タグとかラベルとかカテゴリー分けっていうのをして、それで、このコンテンツっていうのは映画について話してるなとか、音楽について話してるなっていうのを、探す。または全文検索エンジンだったら、その文章に含まれているキーワードで検索する。というやり方が、今のもう 99.99% ぐらいのね、IT システムにおける情報検索のやり方。一方、じゃあ Google のそういったサービスってどういう技術で実現されているのか。Google でももちろんこういった従来型のですね、データベースですとか、キーワード検索は使われてますが、プラス主力となっているのは、ベクトル検索って技術なんですよね。で、これどういうことかって、どういう仕組みかっていうと、ごく簡単に説明するとですね、あるコンテンツ、例えば画像でもツイートでも文章でも何でもいいんですけども、これが映画について 10% ぐらい話してるよと。音楽については 2% ぐらいかな、ちょっと話してる。俳優についてめっちゃこう 30% ぐらい語ってるよというコンテンツがあったら、この3つの数字、0.1、0.02、0.3 っていう3つの数字を並べたベクトルっていうのを定義しちゃうんですよね。これ3次元のベクトルになります。で、そうするとですね、このベクトルに似てる、傾きが似てるベクトルを探すと、これコンテンツの意味、似てるものが見つかるんじゃないかというのが非常にシンプルな原理なんですよね。ちょっとこれでですね、デモをまずお見せしたいと思います。このベクトル検索でできること、画像の検索が一番簡単ですよね。今この花の画像を選んだら花がいっぱい出てきました。これ200万枚の画像から、この選んだ画像に近いものを瞬時に検索しているデモの例です。ですから実際自分のおかずの画像をアップロードしても瞬時にもう10ミリ秒ぐらいで200万枚から似てるものを探すことができます。これ同じようなことが文章でもできます。これニュース記事、英語のニュース記事で意味が似てるものを、トピックが似てるものを300万件のニュース記事から瞬時に探しています。これベクトル検索の技術で実際ここで使われているのが Google のバックエンドですね。Google のサービスのバックエンドで使われているベクトル検索の技術になっております。Google の画像検索、あとは Google 検索、それそのものもですね、あとは YouTube の動画のリコメンデーション、Google Play でアプリをね、モバイルアプリをお勧めしてくれる、全部ですね、ベクトルで探しております。この仕組みで、このコンテンツ、しかも価値の高い意味が、ちゃんと意味をね、踏まえた上で、あ、この人、このコンテンツ、多分好きだなっていうのを10ミリ秒とかで探してくる、というのが Google を支えている検索技術になっています。で、ここがですね、Google クラウドならではなんですが、この Google の虎のこの技術をお客様の皆さんのビジネスの課題の解決に使えちゃうんだよっていう話なんですよね。どういうことかというと、例えば映画ですとか商品ですとか何でもいいんですけども、推薦、リコメンデーションのシステムを作りたいときに、そのベクトルを作るんですが、ここでですね、単純なベクトル、いわゆるこの生データから持ってきた特徴量を抽出したベクトルじゃなくて、
新しい言葉、エンベディングスって、うちの社内でよく言ってます。これは、ベクトルなんですけども、賢いベクトルのことを言って、指して、エンベディングスっていう言い方をしています。どういうことかっていうと、ユーザーさん、例えば映画のリコメンデーションだったら、この映画に似てる映画を探したい。私がこれまで見てきたこの視聴履歴に沿って、私の趣味に沿った内容を踏まえた上でのリコメンデーションをしてほしいと。で、こういうビジネスとかユーザーの要件ですね、UX ですとか KPI にフィットするようなベクトル空間を持つものをエンベディングスと、賢いベクトルと別に、あえて呼んでいます。で、これを作るのが機械学習なんですね、ディープラーニングモデルになります。全体、このベクトル検索のですね、プロセスをこう順を追って説明するとこんな感じで、まずはデータ、たくさんの生データ、お客さんの視聴履歴だとか、あとはコンテンツそのもののね、データがありますよと。画像データだったり、動画だったりします。そこから特徴量を抽出してきて、で、ディープラーニングのモデルが真ん中に入っています。こいつがですね、その生データからエンベディングスという賢いベクトルを抽出して、ハリーポッターはここら辺だなとか、この商品は、この動画はここら辺だなっていうですね、ベクトル空間を作ってくれるわけです。エンベディングスの空間を。で、その得られたエンベディングスに対して、ベクトル検索を非常に高速に行うことによって、Google 検索ですとか、YouTube のような非常に素早い、しかも意味を踏まえた上での検索というのが、リコメンデーションというのができる仕組みになっています。で、ここまでですね、デモンストレーションとして、その画像だとか文章をお見せしましたけども、これ画像とか文章に限りません。基本的にはありとあらゆるビジネスのデータ、対象に対して適用できます。で、そこに必要なのはベクトルです。例えば、製品のリコメンデーションしたいときに、製品の特徴とか意味をベクトル化する。またはユーザーを探す。このユーザーに似てるユーザーを探したいな。プレミアムなユーザーを探したいな。スパムユーザーを探したいな。ベクトル化して似てるベクトルを探すことで見つかります。音楽や動画ももちろん、変わったところでは、例えば IoT デバイスで故障しそうなデバイスのシグナルをベクトル化して、この故障しそうなデバイスのベクトル空間ですね、近いところを探すということで、故障しそうなデバイスの予防を行うということも可能になります。で、Google クラウドではですね、この Google の虎の子であるベクトル検索の技術を Vertex AI マッチングエンジンというプロダクトでですね、まだこれ出て1年経ってないんですけどね、GA にやって1年経ってません。新しい製品で提供しております。で、ベクトル検索すごいねということはお分かりいただけだと思うんですが、じゃあなんでみんな使ってないの？日本でベクトル検索使ってらっしゃるお客さんって全然少ないんですよね。なんでそうなのか。実は実装がそう簡単ではないんです。データベースの場合はね、インデックス作ったりですとか、まあデータベースがありますから、まあ SQL ですとか、Oracle ですとか、データベース使えばいいんですね。全文計算モックもフルテキストサーチ、エラスティックサーチとか使えばいいんですが、ベクトル検索、なかなかそういう定番の商品ってありません。難しいのは、ベクトルを、その近いベクトルを探すというときに、この L2 距離だとか、コサイン類似度だとかを計算しなきゃいけないですよね。これ全部のベクトルに対してやる必要。例えば100万件とか1000万件の商品があったら、1000万個のベクトルがある。で、一個一個のベクトルに数字がまた何次元が入ってるわけですよね。まあ、普通よく使われるのが100次元とか1000次元とか。ということは、つまり、100×1 万件だったら100万通、実際にはですね、もっと何億とか何十億っていう数の数字と数字のそのコサインですとか L2 距離を計算して比較しないとわからない。それはすごい計算量が重かったんですよね。普通にナイーブな実装すると。でそこで Google リサーチではですね、この左上に scan、S-C-A-N-N って書いてありますが、これは Google リサーチチームが近年ですね、もう1年前だとか2年前だとか発表しました Google の最新のベクトル検索の技術であります。で、これが今の Google を支えているベクトル検索の一番新しいテクノロジーになっています。で、このスキャンの特徴は、このインデックスの作り方ですね、ベクトルインデックスを作るんですけども、このやり方の最善のトレードオフを実現することによって、非常に素早く10ミリ秒とか数ミリ秒という時間で、何千万というアイテムの中から非常に高い精度で、似てる、コンテンツが似てるものを探し出すということを実現しております。で、このスキャンを実際、実行しているバックエンドが Google にあるんですけどもですね、インフラがあるんですけども、それをGoogle クラウドのお客様にそのまま提供しているのが Vertex マッチングエンジン。非常に高速な、かつスケーラブルなベクトル検索のサービスになっています。で、これ先ほどと同じ図がまた出てまいります。で、このマッチングエンジンの使い方も先ほど説明したようにですね、まずはディープラーニングモデル。これはお客様の方で作っていただく必要があります。または、機械学習に得意なパートナー企業さんですね、呼んでいただいて、生のデータから特徴量抽出して、エンベディングスっていうビジネスの KPI だとか UX にの要件にですね、マッチしたエンベディングベクトル空間をまず取り出さなきゃいけないですよね。
で、これはちょっとこの後半詳しく説明しますが、Google クラウドの方でも既存のもう学習済みの、例えば画像用の CNN のモデルだとか、自然言語用の BART のモデル等々を提供しますので、もうすでに学習済みのモデルを使うこともできますし、またはこの後説明しますようないろいろなモデルの作り方、設計手法がありますので、サンプルコードを見ていただいて、ご自分で作っていただくこともできます。でそういった形でエンベディングス取り出すことができたら、マッチングエンジンを使って、ベクトルのインデックスを構築して、高速な検索が行うということが可能になっています。このステップ2のところは、もうプロダクトとして簡単に行えるようになっているので、自分でここら辺をゼロからですね、データベースを作る、自分で実装するかのようなことをやる必要がないという仕組みです。で、ここまではベクトル検索の話です。で、これを踏まえて、このじゃあエンベディングスってどういうディープラーニングのモデル作ればいいのかっていう話をしていきたいと思います。で、実際はですね、詳しくはそのバーティックスマッチングエンジンのドキュメンテーションにいくつかの選択肢ですとかサンプルコードが書いてありますが、例えばこの今からお話しするトゥータワーモデル、これはリコメンデーション用クエリと候補のペアがたくさん学習データとしてあるときに、そこからそのエンベディングスを作るというモデルになります。その他にも例えば、でっかい行列があったら、テーブルデータがあったときに、そこの狂気行列からエンベディングスを抽出して次元を削減するというスイーベルモデルっていうのもありますし、あとは最近よく見る距離学習ですね、対象学習の例としては、テンサーフローチームが提供しているテンサーフローシミュラリティですね、いったものもありますので、それぞれご参考にしていただくことができます。で今回はですね、この中でもこの2タワーモデル、一番上のリコメンデーションでよく使われるモデルについてもう少し詳しくお話ししていきたいと思います。で、リコメンデーションといえばですね、今一番多分広く使われているのが協調フィルタリング、コラボレーティブフィルタリングってやつですよね。これ、まあよくある Amazon さんですとか Netflix さんで有名になった、これ買った人はこれも買ってますとか、この人こういうのをクリックしてるからこういうやつをクリックしないからっていうやつですね。これも割と仕組みはシンプルで、あるユーザーさんが買ったとかクリックした映画アイテムですとかクリックした商品の行列とそのユーザー全体の行列とプロダクト全体の巨大な行列ですよね。100万×100万とかね、そういう巨大な行列を用意してそれをぐっと行列分解でちっちゃくして、でそれでこれをクリックした人はこれもクリックしてるねっていうね、推論を行うというのがまあ非常に単純な大雑把な説明になります。ただこの今より広く使われている協調フィルタリングの課題っていうのは、これそんなに賢いモデルじゃないんですね。その購買履歴とかクリック履歴をベースに、推論してるだけなので、まずいい点から言いますと、まあ、ドメイン知識が必要。ドメイン知識っていうのは、例えば、この商品っていうのは、こういう時に売れるもの、例えば雨の日に売れるとか、こういう特徴量を見とけば、こういう売り方ができるとか、土日に売りやすいとか、週末に売りやすいとか、そういう人間の知恵っていうのは基本いりませんよと。もう全部なんかこの購買履歴だとか、クリック履歴さえあれば、その偶然性も含めてですね、ビールを買ってる人はおむつも買うみたいなね、よくマーケティングのあれがありますが、ああいったものも、期待できるというですね、そういった人間がドメイン知識では分からなかったような、ルールももしかしたら見つけられるかもしれないという期待がありますよと。で、一番はですね、やっぱり協調フィルタリングって実装の例ですとか実績、ライブラリがたくさんあるんですね。例えばビッグクエリーですとビッグクエリー ML 機械学習の機能がありまして、そこでその大規模な行列分解っていうのがもうビッグクエリーの中でできちゃって、一昔前だったらハドープだとかスパーク使ってですね、大規模な行列分解やらなきゃいけなかったり、夜間バッチとかでやってたやつなんですけども、今やビッグクエリーで数分で、数十分とか数分でできるようになっていますよと。ただ、やっぱ協調フィルタリングの課題、なんで Google がではそんな協調フィルタリングをメインでバリバリ使ってないのかという話なんですが、コールドスタート問題っていうのがありまして、結局ですね、あんまりこの機械学習モデルとして半可性能ないんですよね。この商品とこの商品、このユーザーとこのユーザーとかっていう、そういう関係は覚えてるんですけども、全く見てたことのない商品に対してリコメンデーションできないわけですね。新しい商品が出てきましたけども、その商品の特徴をドメイン知識使って特徴量抽出とか一切してません。実際売れたかどうかしか見てない。クリックされたかどうかしか見てないので、コールドスタート問題、つまり新しい商品だとか、新しいユーザーに対して推薦しにくいっていう問題がありますね。あとはその多彩な特徴で一切見てないんですね。売れたかどうかとかクリックしたかどうかしか見てないので、この商品っていうのは本当はこういうテイスト、例えば商品画像からね、得られるファッションアイテムだったら、そのこういう可愛いブラウスだとか、こういうカチッとしたかっこいいスーツだとか、そういう特徴量って全然見れないんですよね。加味できない。等々の問題がありまして、実は Google では協調フィルタリングがメインでは使われていないんですね。じゃあその YouTube だとか Google Play がどんなモデル使ってるのかっていうと、トゥータワーモデルっていうものなんですね。これそれぞれの論文が出てますので、
検索してみていただけると、詳しくはそこで論文で説明されてますけども、見ていただくと分かるように、このタワーが2つ、全体で1つのモデルなんですけども、それぞれ2つのこのタワーができているのが分かりますよね。これを称して2タワーとか、あとデュアルエンコーダーという言われ方もね、しております。これが Google では非常に広く使われています。まだ業界全体ではですね、2タワーモデル、バリバリ使われてますよっていう状況にはないんですけれども、Google の社内ではなぜかこう非常にポピュラーな、なぜかというと精度が高いので使われております。例えば映画のリコメンデーションのモデルってどういうふうに作るかと言いますと、特徴量をとにかくたくさん抽出するんですね。売れたかどうかとか、クリックしたかどうか、見られたかどうかじゃなくて、例えばそのサムネ画像ですね。パワーエントはもう映画なんで動画の特徴量も抽出できます。YouTube なんかでは本当動画の特徴量抽出しますよと。で、またはサムネの特徴量、画像の特徴量を抽出しますよ。映画のタイトルもね、自然言語の特徴量を取り出しますよと。で、映画の説明文とか、レビュー、そこら辺の特徴量を取り出します。たくさん特徴量を取り出して、で、それらをまとめて、この映画の特徴量と、ベクトルというものをまず作りますよと。これは一般的な機械学習ですね。で、ここが2タワーモデルなんですけども、じゃあ、その映画のたくさんの特徴をベクトルできたらですね、ここからエンベディングスを作りたいんですけれども、ここでと、ツータワーモデルが面白いところは、そのクエリと候補。この映画を検索したら、この映画、他の映画、例えばこの5種類の他の映画を推薦したいっていうペアを、この学習モデルとして用意するんですね。で、その時に、協調フィルタリングだったら映画の ID だったわけじゃないですか。この映画を見た人はこっちも見てます。そうじゃなくて、こういう特徴量の映画を見た人は、こういう別の特徴量の映画をも見がちだねっていう特徴量のペアで、一つの全体の2タワーモデルを学習するんですね。で、そうすると出来上がってくるのは、そのクエリからもエンベディングが得られる。候補からもエンベディングが得られる。二つとも同じエンベディング空間を共有してるんです。つまりこのエンベディングの空間が特徴量と特徴量の関係を学習してるんですね。映画と映画とか、アイテムとユーザーの一対一の関係じゃなくて、特徴量の関係を学習してるので、新しい映画が出た時とか、新しいユーザーが来た時とか、何でもいいんですけども、新しいアイテムが出てきた時に、その特徴量を見れば推論できちゃう。ね。反化できているというのが非常に大きな特徴になっています。で、あとは、リコメンデーション実際のこの、例えばマッチングエンジンと同じスキャンのですね、バックエンドを使って、このエンベディング空間のまずはインデックスを構築しますよと。1000万件とかね、1億件とかそのアイテムを全部エンベディングスを読み込んでインデックスを構築したら、マッチングエンジンを使って10ミリ秒でその1000万件の中から見ている映画を探すということが可能になるという流れになっています。で、このトゥータワーモデルの非常に面白くて、私もこれからいろいろデモ作ったり、ブログ書いたりしたいのはですね、この今お話したのが映画の話ですよね。この映画を見たら、他にこういう映画も見るっていう、そのクエリと候補が全く同じベクトル使いましたが、これ別に同じにする必要は全然ないですね。例えばユーザーのベクトルと製品のベクトルの関係を学習させたり、視聴履歴から動画、次に見る動画、これ YouTube ですよね。質問文から回答文を推論したりですとか、あとはマルチモーダルもできます。文章からそれに近い画像をですね、推薦したり、またその逆、画像から文章を推論すると、選ぶということも自由にできちゃうんですね。もうビジネスデータ、ありとあらゆるエンティティ間の特徴量の関係性を作れるのがトゥータワーモデルの非常に面白いところです。まあ、いい点だけじゃなくて悪い点もあります。いい点は先ほど言いましたように、その特徴量間の関係を学習するので、反化できる、コールドストラット問題が解消できます。で、いろんな特徴量、画像ですとか動画を使って、今時のディープラーニングベースの推薦というのができますよと。今一つの点は、これ全然まだ広く使われてないんですね。国外でも、海外でもそうですし、グローバルでもそうですし、日本でも、トゥータワーモデルバリバリ使ってますぜっていうお客さんはほとんどいらっしゃらない。まだ、でも作ってても言わないお客さんも多いとは思うんですけどね。なかなか最先端の技術です。で、さらに言うと、データベースですとか、協調フィルタリングみたいに、もうありものの簡単にすぐ使える、トゥータワーシステムみたいなのはないんですね。今のところはやっぱりお客様が自分でデータサイエンティストの方が設計と学習、個別にやる必要がありますよと。で、このハードルをぐんと下げるためにですね、Google が提供しているのは、オープンソースのライブラリですとか、等々一通りご紹介しております。まず、テンサフローチームがテンサフローリコメンダーズという、これはかなり低レベルのライブラリになります。ユニバーサルセンテンスエンコーダーというのは、これは自然言語からエンベディングスを取るためのモデルで Q&A、2タワーのモデルも提供されています。で、この後簡単にデモでご紹介するのは、2タワーモデルビルドインアルゴリズム。これはマッチングエンジンで提供されている組み込み機能なんですね。これはマッチングエンジンとは別にツールとして提供されています。これはご自分でモデルを作らなくても自動的に作ってくれるっていう機能になります。最後にリコメンデーション AI。これはですね、実はソリューションになります。
コードとか公開してるわけじゃなくて、リコメンデーションズ AI というソリューションを導入していただけますと、自動的にその裏側ではツータワーモデルが使われたリコメンが行われる。ということで、ちょっとそれぞれメリット、デメリットあるんですね。まあ、テンサーフローですとか、ユニバーサルセンテンスエンコーダー、これオープンソースなので、もう自在に自分でソースコードを読んでカスタマイズできるんですけど、しかもコストが低いっていうもあのメリットありますが、問題は、やっぱりオープンソースツールなんで、技術サポートが得られなかったりですとか、自分でかなりたくさんコードを書かなきゃいけなかったり、いうあのユニバーサルセンテンスエンコーダーはテキストにしか使えないといった問題があります。で、さらにはですね、トゥータワーモデル、トゥータワービルドインアルゴリズム。こちらの方はですね、メリットとしては、もう実装の労力が少ない。任意の特徴に対応可能ってありますが、ソースコードが非公開なんですね。なんでカスタマイズがちょっとしにくい。といった、プロスコンスがありますよ、という形になります。では、ここからはですね、デモンストレーションの方を見ていきたいと思います。はい、それでは、簡単にデモンストレーション。ですね。先ほどご紹介しました、いくつかのやり方、トゥータワーモデルの作り方ありますが、その中でも、マッチングエンジンに提供されています、トゥータワービルトインアルゴリズム、組み込みアルゴリズムというものを簡単にご紹介したいと思います。これはマッチングエンジンのドキュメントを見ていただくと、このページですね、トゥータワー組み込みアルゴリズムっていうね、ページがありますので、こちらに詳細があります。で、これはですね、先ほどもチロッとご説明しましたが、ソースコードは提供されてないんですね。ソースコードは提供されてませんが、便利なところは、お客様の方でモデルを作る必要がないと。エンジニア、開発者の方々は、もう、特徴量だけ用意していただければ、その特徴量のデータをどーっとこう、Google Cloud Storage に置いといて、で、このツールを呼び出せれば、この、ツールの中でですね、自動的にそのツータワーモデルを学習して、ポッとこう、Google Cloud Storage 上に2つのクエリと候補用のモデル2つが出来上がると。で、マッチングエンジンと組み合わせて使えるという、まあ、お手軽な使い方ができるというものになっています。で、まずじゃあ学習データどんな感じで用意するのか。JSON で用意するんですけれども、この、特徴量のタイプですね。型、データ型。これとしていくつかサポートしてまして、モジュース型ですとか、もうプロダクトの ID みたいなね、ユーザー ID みたいな ID、カテゴリー型、数値型、あとはベクトルそのものもですね、入れることができます。で、こういったものに対して、自分で毎処理あまりする必要はないんですね。結構生のデータそのまま入れちゃっても、いい感じに特徴量、ベクトル抽出してくれます。で、こんな感じで、クエリと候補のですね、ペアを JSON で並べて、それを例えば数十万件とか数百万件、ずわーっとこう、Google Cloud Storage に入れていただければ、それで学習の準備は OK なんですね。で、実際じゃあ、このツールを使って学習どんな感じでやってるかっていうコードの例をお見せしたいと思います。これ実際ツールを呼び出す前にはですね、これ今ノートブック開いてますけれども、ノートブックの環境変数でいろんなパスですとかパラメータの置き場所を指定する必要があります。例えば、トレーニングデータ先ほどのクエリと候補のペア、どこに置いたかっていうところを設定してあげたり、そのデータのスキーマですね、ここの特徴量のデータ型なんかを定義した JSON ファイルなんかも指定してあげると。で、さらにはアウトプットですとか、でもう一つはですね、学習に使うこのコンテナイメージ、ラーナーイメージ URI。これ実際そのチューターモデルのコードが中に入っているですね、イメージが最初からビルドインアルゴリズムとして用意されてますので、このチューターワーってやつを選んで指定していただくだけで、皆さんがですね、デベロッパーの皆さんが自分でコードを書いたりする必要はないという形になっています。で、こんな感じで Google Cloud Storage 上に材料を用意したら、Vertex トレーニングを使って実際チューターモデルの学習が可能になります。で、ここでもですね、G クラウドコマンドを呼び出すときに、先ほどのですね、このイメージ使って、トレーナーのイメージ使って、このデータで、こういう学習してくださいよというオプションをこんな感じで指定すると学習が開始されます。で、ちょっと飛ばしまして、実際、まあこれ実際の学習してるところですね、学習が出来上がったら、そのモデルも、セーブとモデル、TensorFlow のセーブとモデルの形で Google クラウドストレージに、アップロードされます。ですから、それが出来上がったら、今度は推論、実際使ってみるところですね。バーテックスプレディクションを使って、このモデル、出来上がったモデルはここにありますよ、といった設定ですとか、イメージはこのイメージを使って、推論してくださいね、という指定を行いまして、実際モデルをデプロイメントするという形になります。で、エンドポイントが出来上がります。あとはもうこのエンドポイントに対して、実際のこの先ほどのクエリですとか、候補のベクトルを投げると、エンベディングがもっと入ってきます。こんな感じですね。例えば、クエリでも候補でもいいんですけども、こういう、あるユーザー ID が何番で、で、特徴量がこういう内容でっていうような、ベクトルを与えると、それに対して推論を行うことによって、エンベディングスがね、返ってくると。
こう実際書いてきますね。で、これをマッチングエンジンのインデックス構築ですとか、マッチングエンジンでそのクエリを実行するときにですね、このエンベディングスで探すことによって、似てるものを探すことができるというような流れになっております。ですね。はい。以上、簡単ですけれども、トゥートワーモデルの作り方ですね、デモンストレーションでご紹介しました。はい。ということでですね、今回は、その Google の虎の子である、まずはベクトル検索技術の話しました。で、後半では、Google Play ですとか YouTube で使われているリコメンドモデルであるトゥータワーモデル、これがどういう仕組みなのかという話をしました。で、ポイントはですね、Google クラウド、マッチングエンジンですとかお使いいただければ、お客様のビジネスの課題を、こういったツール群、Google の虎の子で、ソリューションを構築できるんですよというところであります。はい、では私のセッションは以上となります。ご視聴ありがとうございました。